はい、皆さんこんにちは。ナイロン番組のナイロンです。夏ですね。今回はですね、帽子を買ってまいりました。私あんま帽子持ってないからね、欲しかったんですよ。前髪をさ、こうさ、分けたいわけよ。こう分けたい。私はこう分けたい。おさげに似合うね、帽子が欲しかったんでね、これめちゃくちゃいいですよ。前髪、これが理想なの、これが。あ、いいね。でもね、今日格好がね、こっち系なんだよ。なんて言ったら、ジャンの厚みたいな。じゃん、じゃん、じゃん。帽子かぶってみてつまんなすぎるんで、ちょっと待って、どうしよう。あ、変装してみた。まず帽子は完了でしょ。で、ね、マスク買ってきたんですよ。私も有名人気分を味わいたいわけですわ。これ自分でデコったサングラス。誰？こっち系じゃないよね。この帽子にはこれは合わないわ。あ、いいの見っけ。スターウォーズの、スターウォーズの、スターウォーズの、あの映画のやつ。めちゃくちゃいい。かっこいい。ちょっとマスクしないとね。これ本当にいい気がする。めっちゃマスクの匂い。待って待って、かける順番違くない？このマスクでかかったで誰？なんかでもこれマスクない方がいいかもしれない。マスクあるとなんか、なんて言うんだろう、変人さんだよね。もうこのメガネの時点で変人さんだけどね。神聖かまってちゃんみたい。こう見えてるんだ、ちゃんと。なんかさ、中心っぽい。これセカワムライブ、これめっちゃいいわ。ちょっと来年のセカワムライブこれで行こう。はーい、セカワムライブ当たりました。ということでですね、セカンドライブ当たりました。世界の終わりのライブ当たりました。